問題 A、整数 AB が入力される。A たす B を解くな。解くな。0以上9以下で A たす B じゃない整数を一つ出力しろ。0じゃなかったら0、0だったら1、でいい？解法は無数にあるが、いくつか意味のあるものを挙げておく。0以上9以下に収める方がメインかもね。コードは説明欄にあるからどうぞ。ちなみにこれの原案は私。問題 B、向こうグラフの隣接行列が入力される。隣接リストに変換して出力しろ。難しそうな単語が何個か出たけど、一行ずつ見てって、1が何列目にあるか出力しろってだけだね。問題 C、回分立方数を調べたい。何それ、と思ったけど多分わかった。正の整数の3乗で、右から4でも同じ数だぜ。さて、整数 N が入力される。N 以下で最大の回分立方数を出力しろ。N は最大で10の18乗。2秒でできる計算はとりあえず10の8乗回くらいと思っておけ。1の3乗から100万の3乗まで全部調べるよ。ひっくり返して変わらないかの判定に少し時間がかかるが、全部で2000万桁もないから問題ないぜ。問題で、N 人の人間が何らかのゲームをする。はじめは全員0点。これから彼らが得点を獲得していく。各瞬間で、人の得点が何種類あるか答えろ。今は0と10の2種類ってことだね。人は最大20万人、得点回数は20万回、得点は大きいぜ。シミュレーションする暇はあるよね。何種類？に答えるのだけが問題で、全員の得点と別に、10点の人は何人？とかを記録しとけば、毎回2ついじるだけで済むね。点が大きいから、Python の辞書型、C++ のマップとかを使うぜ。問題 E。なんじゃこや。辺の長さが7の立方体を3つ、座標空間上に置きたい。拡張点の座標は全て整数で、各辺は軸と平行にする。さて、3つの値 V1、V2、V3 が指定されるので、ちょうどアイコの立方体に含まれる領域の体積が VI になるよう OK、または不可能と言え。1個は原点のあたりに固定して、残り2個は、多分1個目にくっつくことにしていいから、プラスマイナス7の範囲で座標を全部試すよ。あとはベン図を見ながら気合い。こういうコードは GitHub コパイロットとかで意外と早く書けるな。高速メビウス変換ってのもあるが、N イコール3で高速になるか怪しい。ところでこの内容を Python でやったらさすがに間に合わないぜ。1000万ループくらいいけると思ったけど。一周が重すぎ。まあ、このくらいならチャット GPT が翻訳してくれるよね。ほぼ足し算引き算掛け算だけだから、多分問題ないぜ。問題 F、数列がある。指示通りに操作を行え。操作1、指定された1の要素を指定された値に変えろ。操作2、指定された範囲に、大きい方から2番目の値が何個あるか答えろ。今回は2が3つあるから3。ああ。0個ってこともある？ある。数列の長さや操作の回数は最大20万、値は大きいぜ。セグメントツリーのテンプレって感じの形だね。セグメントツリーを知らない人向けに軽く説明すると、各駅停車急行特急超特急超超特急、というのがログ N 層あるものという理解でまずは問題ない。それで何を記録するかが問題だけど、狭い範囲でトップ2じゃないやつは合併後もトップ2じゃないから、単に範囲ごとのトップ2の値と個数だけ覚えれば OK。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。